ソビエトがソウルオリンピック世界選手権に続いて三度世界一の座につきますか、あるいは中国が世界選手権2位の雪辱を果たして86年の世界選手権以来4年ぶりに女王の座を奪い返しますか。女子バレーの世界一を決めますワールドトップ4バレーの決勝はソビエト対中国、世界選手権決勝の再現になりました。放送席解説はモントリオールオリンピックゴールドメダリストの荒木田裕子さんです。荒木田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、世界選手権の決勝ではソビエトが中国を3対1で下していますが、はい、今日のこのワールドトップ4の決勝はどうでしょうか。そうですね、なんといってもソビエトがですね、はい、この4チームの中で一番の好調なチームですよね、そしてセッターも戻り、それからオフチンニクワも帰ってきました、はい、逆にその中国がもう試合するたびごとに故障者が増えていくという、そういう状態が続いてますから、ちょっと今日はやはりソビエトの方が分が上かなという感じがしますね。そうですか。両チームの選手がコートに散りました。こちら側、右サイドが中国、そして左サイドがソビエトです。スターティングメンバーはソビエトが1番オギエンコ、3番ニクーリナ、5番スミルノーワ、6番シドレンコ、7番パルホムチックセッターです。11番がオフチンニコワ、この6人ベストの6人が入っていますソビエトです。パルホムチックのサーブで第1セットが始まりました。センターからフェイントを見せます。中国、ソビエト繋いでいます。バックアタック、中国ブロック、3番のカ・ウンジョがブロックを決めました。中国のスターティングメンバーですが、この3番のカ・ウンジョ、李克勲に代わって今日はスタートで出場しています。4番ライアブン、7番李月明、8番巨神、9番ウータン、11番ソケイケンです。サービスエースが出ました。中国4番のライアブンにサービスエースが出て、早くも中国が1点を先行しました。ワールドトップ4バレーの決勝戦です。ソビエトは左からスミルノーワ。ソビエトはソウルオリンピック金メダル、今年行われた世界選手権の優勝、現在世界ナンバーワンです。スミルノーワの強打が炸裂しています。サーブ権を奪い返したソビエト。中国センターから李月明、ソビエトもう一回スミルノーワ押し込んだ、決まりました。このソビエト対中国ですが、荒木田さん、はい、1次リーグの初戦で当たって、その時は中国が3対1でソビエトを破ってますね。はい、そうですね。あの時はまだソビエトがですね、はい、チームの 80% の そのリードする鍵を握っているパルホムチュックがいなかったということで、はい、ちょっとちぐはぐしたところがありましたよね、でもやっぱりこのパルホムチュックと、それからオフチンニコワが入るとチームがピリッとしてきますからね。そうですね、昨日の準決勝日本戦ではもう全く違ったチームのような感じを受けましたからね。本当にソビエトはやっぱり世界一なんだっていう、その強さをまざまざと見せつけられた試合ですね、昨日は、はい、その中心になるのがこの11番をつけましたオフチンニコワです。ユーゴスラビアのザグレブのクラブでパルホムチュックと一緒にプレーをしていましたが、一昨日の夜この大会のために日本にやってきました。メンバーが全て揃ったソビエト、世界一の強さを十分に見せてくれそうです。スミルノーワストレートスパイク、そしてその前に中国にネットタッチがありました。しかしネットタッチがなくても今のスパイクは決まっています。そんな感じですね、はい、早くもソビエトが連続4点を挙げて4対1と中国を引き離しています。サイドアウトです。もう少し中国がサーブレシーブも、それからチャンスボールもきちっとその素経験セッターのところに入ると、ブロックのソビエトのブロックが抜けると思うんですね。そうですね、そうなるといい感じになってくるんですが、今のところブロック当たってチャンスに逆にされてますね、はい、そうですね。さあ、ハーフスピードのボールをふわっと返しました李月明です。中国が1点を返して2対4。中国の古新監督は今日はソビエトの強いサーブに対するサーブレシーブ、守りとブロックを固めていきたいと話していました。5番のスミルノーワです、選手点こそ中国ブロックポイントでしたが、その後このスミルノーワをはじめとして高いソビエトの打点をなかなか止めることができませんね。そうですね、今日は今までの中でスミルノーワ一番いい出足じゃないですか。そうですね。放送席東出さん、はい、高田さんどうぞ。だんだんこのソ連の調子がね、予選の時から上がってきてますよね、はい、実はね、その辺のコンディションの持っていき方がソビエトの強さの秘訣だとカルコポリ監督は自信を持っているんですね。そうですか。世界選手権の時にもね、はい、出だしの時にはキューバが会長だった、中盤は中国、しかし勝ったのは自分たちだと、コンディションを決勝戦に合わせるこの試合の組み立て方、これがソビエトの強さの秘訣なんだと話していましたね。
荒木田さん、やはりその辺がオリンピック世界選手権で優勝しているチームの自信と貫禄なんでしょうね。そうですね。しかもね、今これだけ強いチームが増えてきて、コンディションを決勝にだけ合わせられるチームって少ないんですよね。そうですね。もう中にはね、予選の第一試合からもう決勝戦みたいに、それにもう照準を合わせなきゃいけないチームが多いですからね。はい、そういった意味ではソビエトが世界の4強の中でも一つ抜けていると言っていいんではないでしょうか。その強さを十分に見せています。得点は4対2。中国3番カ・ウンジョのストレートスパイクです。181センチ21歳、去年のワールドカップからナショナルチームに入っています。なかなかいいプレーを見せてますね、はい、しかも今のバックからこうラストボール返したんですけれどもね、はい、さあソビエトはライトから中国のブロックに合っています。シドレンコ押し込んだ、6番のシドレンコです。185センチあります。スパイク決定率が 41%、 そしてブロックがなんと13本とソビエトチームの中で2番目に多い本数を決めています。得点は4対3。これですね、はい、8番の9番のウータンです。これでオギエンコを真後ろに、セッターの真後ろに引きつけといて、そして右に移動するんですよね。はい、このライトへの移動攻撃、ウータンの一つの売り物になっています。ソビエトも切り返します。オギエンコです。サイドアウトが続いて得点は動きません。3対4、中国が1点差に追い上げています。さあ中国の選手も立ち上がりちょっと硬かったんですが、ようやくほぐれてきたようですね。そうですね、はい、5番のスミルノーは、ソビエトチームはレギュラーの平均身長が 182.5 センチ、一方の中国はレギュラーの平均身長は 181.5 センチと、中国も高くはなってきましたが、まだソビエトの方が1センチ上回っています。さあスミルノーは決まりました。どうもあそこが止まらないですね。そうですね、このプレーです。でやっぱりブロックの低い蘇慶健の方を狙ってますね。そうですね、蘇慶健が狙われています。レシーブしているソビエト、さあラストボールはフェイント、ソビエト、スミルノーはまた決まりました。はい、やっぱりライアブンが1メーター87センチですか、ブロックが高いですからね、投げといて、これでストレートですね。そうですね、高さが違いますからね、ブロックの高いところからのスパイクでソビエト3点連取、7対3になりました。中国作戦タイムです。決勝を迎えていますワールドトップ4バレー、ソビエト対中国の決勝戦です。7対5、ソビエトが2点のリードを奪っています。3番のカウンジョ、レフトからのスパイクです。今日はリー・コックンが膝の具合が思わしくなく、このカウンジョ21歳の新しい選手がスターティングメンバーで入っています。なかなかいいプレーを見せています。さあ5対7と追い上げて、中国としては早く同点に追いつきたいですね。そうですね、リコックに代わって今ここで打ったカウンジョですね、はい、今日はなかなか出足から、ね、いい活躍してますよ。そうですね、かなりその今6点取ってますけれどもね、はい、点数得点に貢献してますね。はい、そしてコシン監督はこの選手についてブロックが非常にいい選手だと話していました、はい、さあここでブロックが出るか、レフトからのスパイク、中国つないでいます。蘇慶健が上げてカウンジョ、パルホムチック、ソビエト、スミルノーは拾った。蘇慶健今度はライトへ移動攻撃、リーゲツメ、あの辺のスピードがリーゲツメ、やはり今日はもう一つという感じですか。ちょっとまだねアタッカーでも、まあ、しばらく休んでましたからね、はい、昨日はとにかくアメリカとの準決勝フルセットを戦いまして、その痛めていた腰の状態がちょっとまた重くなってきました。リーゲツメです。カウンジョが決めています。すぐサーブ権を奪い返しました中国。こちらは控えの真ん中の選手がリーコックンです。これまでリーコックン中国チームのエースとして活躍してきましたが、今日は膝の状態が思わしくなく、カウンジョにコートを譲っています。ソビエトはこの人11番のオフチンニコワ、日本に来てまだ2日目ですが、もうフル回転ソビエトチームを引っ張っています。ホイッスルが鳴りました。ネットタッチです。中国にネットタッチがあってサイドアウトです。ちょっとソビエトチームこの辺に来てちょっとミスが出てますね。点数が動かなくなりましたね。はい、
6対7。ネットギリギリのサーブを狙っていきましたカウンジョですが、ネットに当たってしまいました。ソビエトサーバーは3番のニクーリナ、サーブのいい選手、落ちるサーブ、そこをブロック、11番のオフチンニコワです。ソビエトの高いブロックの要の選手です。高さとスピード、世界ナンバーワンのブロッカーオフチンニコワ、前衛で頑張っています。うまい、惜しいな、アウトですね。わずかにアウトですね、はい。パルフォムチックがパスフェイントを見せましたが、わずかにアウトでサイドアウトです。得点は8対6、ソビエトが2点リード、中国が2点差を追います。6番のシドレンコ、ワンタッチありました、豪快なスパイクです。この大会のソビエトですが、1次リーグでは中国に敗れはしましたが、アメリカ日本と破って2勝1敗でトップ、昨日の準決勝日本を3対0のストレートで下して今日の決勝に進んできています。さあ中国はセンターからソビエトのブロックに合っています。もう1回またブロック、今度はレフトへボールを回した8番の巨神拾っています。ソビエト、ソビエトはレフトからシドレンコ、ストレートスパイク、サイドラインギリギリいっぱいです。一方の中国は1次リーグ日本に敗れましたが、ソビエトアメリカを破って2勝1敗、昨日の準決勝アメリカをフルセット3対2で下して今日の決勝進出です。巨神がレフトから決めています。この巨神選手も本当に上手くなりましたね、はい、やっぱりあの背が小さい分ね、まともに打ってはダメですからね、はい、6対9とまた3点差、差を縮めたい中国ですが、ソビエトすぐサーブ権を奪い返します。で、早いですね、このプレーですね。とにかくもうコートの3分の2ぐらい動いてますからね。そうですね、スピードのある移動攻撃、多彩な攻撃を見せますソビエト。さあ中国センターから4番のライアブンです。中国チームは今日の試合がナショナルチームとして今年最後の試合になります。コシン監督は優勝するためにこの日本にやってきたんだと、全員で全力を尽くして金メダルをもぎ取りたいと話していましたコシン監督です。ネットタッチですね、ソビエトにネットタッチです、はい、今日の主審は日本の佐々木さんです。得点は9対7、ソビエトベンチカルポリ監督、まだ今日は大きな声は出しておりません。この辺がちょっともったいないですね。もったいないですね。やっとこうリズムが出てきたかなっていう頃にミスですからね、はい、今日はそれにしてもね、昨日はあのパルホムチュックが入ったということでソビエトのカルポリ監督はそうおとなしかったんですけども、今日はこの1セット目の頭から大きな声が響いてますね。そうですね、おっとこれはすごい。はい、見てみましょう。3番のカウンジョ、リコ君に代わって入ってなかなかいいスパイクを見せています。5番のスミルノーバ、この高さと、はい、それからこのスミルノーバの場合はですね、これですね、このトスが早いんですよね。なるほどね、世界一のセッターと言われます7番のパルホムチックのトス、中国リーゲツメイです。両チームのセッターソビエトパルホムチック世界選手権の MVP、はい、それから中国のセッターソケイケンは世界選手権のベストセッター賞と、まあ、共にさあどうでしょうか、つないでいます。ラストボールをソビエト返した。さあ中国は3番のカウンジョ、よくレシーブしています。5番のスミルノーマです。両チームのそのセッターのトスさばきなんですが、はい、それぞれどういう特徴がありますか。こちらがソケイケンですね、はい、ソケイケンもそれからパルホムチュックも、はい、どっちもこうタイプとしては非常に強気で似てるんですね、ただやはりチームをリードするという面では、はい、キャリアとしてはパルホムチュックの方がずっと長いわけですからね、はい、あのソケイケンもナショナルチームのメンバーとして長いですけれども、そうですね、下積みが長かった、ね、両桜の、ね、控えでずっとやってましたからね、共に名セッターのソケイケン、そしてパルホムチックです。中国はカウンジョに変えてピンチサーバー15番のシュウコウです。さあここはサーブで崩していきたい中国、ソビエトレフトからシドレンコ、つないでいます。巨神が返した。パルホムチックアンダーハンドトス、シドレンコフェイント、中国巨神
決まりました。ニクーリナそしてオフチンニコワのブロックを破りました。8番の巨神です。1点を返して8対9、世界ナンバーワンのソビエト、そして世界選手権第2位の中国の対戦によります。ワールドトップ4バレーの決勝、中国にネットタッチがありました。9対9、中国ついに同点に追いつきました。さあ第1セット勝負はこれからですね。そうですね、あの中国がですね故障者が多いということであんまり無理をしたバレーしないんですね、はい、なるほどね、リーゲツメブロックポイント10点目、中国逆転。ここでカルポリ監督ブザーを鳴らして1回目の作戦タイムです。8番の巨神のスパイクが炸裂しています。ワールドトップ4バレーの決勝戦、9対9から中国が11対9と2点のリードを奪っています。中国がソビエトを押しています。おっとドリブルを取られました。名手パルホムチックドリブル、珍しいですね。珍しいですよ、はい、まあ、昨日は気持ちがねこう集中していったからああいうプレーができたのか、ちょっと今日は1日置いて、置いたというよりも1日経ったから気持ちが緩んできたかもしれません ね、はい、普段は歩みしない選手ですね、はい、12対9、中国が3点のリード。4番のライアブン、スミルノーワ、パルホムチック、そしてシドレンコ拾っている中国。レフトから巨神ハーフスピード、パルホムチック速攻ギエンコ、これですよね、はい、もうあのパルホムチックが、ね、ネットに向かってジャンプしたらね、いくらセッターでも絶対相手は打ってくると思うんですもんね。なるほどね、そのジャンプでオギエンコとのコンビ使ってしまいますね、はい、うまいですねやっぱり。ソビエトメンバーを変えます。シドレンコを休ませます。4番のバトフチナがピンチサーバーで起用されました。バトフチナは今大会サービスエース3本を決めています。なかなかサーブのいい選手。8番の巨神クロスパイクはアウトです。ソビエトが久しぶりに1点を返しまして 10対12。さあここは中国のサーブレシーブ、きちんとセッターに返さなければなりません。これは返った。そして1人時間差、ライアブン、ダイレクト、ライアブンが決めました。中国選手の顔に笑みが浮かんでいます。今のプレーです。さすがのオギエンコもブロック間に合いませんでしたね、はい、まあ、でもああいうレシーブのミスをね、はい、オフチンニコワもするっていうのも珍しいんですね、はい、ちょっとソビエトがチグハグしてきましたよね、はい、巨神が下がって前衛にはカ・ウンジョが上がってきました。中国、さあ月明のボールはカ・ウンジョへ、ちょっとトスが流れました。ソビエトはスミルノーワ、力と力の打ち合い、カ・ウンジョ、パルホムチックのトスはバックアタック、バトフチナフェイント、拾った中国。3番カ・ウンジョ、あまた大きいラリーが続いています。スミルノーワ強打、巨神が上げる。3番のカウンジョ、ダイレクト2で返した。もう1回パルホムチック上げる。さあこれは中国チャンスボール、ソケイケン、カウンジョフェイント、拾った。ソビエト、スミルノーワ、スミルノーワの強打が決まりました、はい、ずっとこの、ね、スミルノーワがクロスクロス打ったんですけどね、はい、クロスにウータンが、まあ、レシーブの名手でもあるウータンが待ち構えたんですよね、でコースを変えましたね、はい、ソビエト、ここで3番のニクーリナが前衛に上がってきたところで13番のコリートワをコートに入れました。この人は将来のソビエト期待のセンター、そしてライトと目されている選手です。13番のコリートワ、5番のスミルノーワ、ワンタッチはアンタッチはありません。スパイクアウト。得点は12対10、中国が2点のリード。中国の前衛にはカウンジョ、そして李月明が上がってきました。セッターの蘇慶健がこの2人をどう使っていきますか。まずはブロックで止めたい中国。スミルノーワブロックの上、速攻李月明、ソビエトバックアタック、ちょっと威力がない、移動攻撃、見応えのあるプレーが続いています。スミルノーワ決まりました。やはり最後はこの人が決めるんですね。そうですね、こんだけ打てる選手がレフトにいるってのは本当に頼りになりますね、はい、世界ナンバーワンの大砲です。高さとパワーがあります。バックアタックは強烈なものを持っています。スミルノーワ、
2月目今度はブロックが出ました。スミルノーはブロックです、はい、今このスミルノーはブロックポイントしました。これほとんどジャンプしてないんですよ。なるほどね。ネットの高さが2メートル24センチ、そしてスミルノーは身長が186センチ。もう手を出してちょっとジャンプすればその高さに届きます。得点はソビエト追い上げて12対12、ついに同点になりました。9対9で一度同点になって、その後中国がリード、そして12対12再び同点になりました。5番のスミルノーは中国にネットタッチです。ソビエトポイント13対12。ちょっと中国にミスが出てソビエト逆転。コシン監督、中国2回目の作戦タイムです。再打得果断一点，然后这个下球是左右转一下，何云舒呢就是你就上，然后这个打没关系，然后另外就是把一传上过来，现在关键球大家手不能软，还节奏还要控制住，给他碰广发直接这块就这样减少。今日はこのウータン選手の活躍があまりこう目立ちませんね。目立たないですね。まだそこまで回ってないんですね。なるほどね。ということはソビエトの強烈なサーブにちょっと手を焼いてますか。そしてソビエトの強打レシーブ上がってるんですけれども、はい、どうしても2段しか使えない、2段トスにしかできないレシーブボールなんですね。だからウータン選手はまあライトセンターに入ったりライト回ったりという、はい、そういう攻撃ができないんです。そうなんですね。その辺を崩されましてリードしていた中国ソビエト逆転13対12、1点リード。第1セット終盤です。李月明移動攻撃決まりました。ちょっと足を痛そうにしています李月明です。ご覧のようにセンターからライトへの移動攻撃。さあここで中国同点に追いつくことができるか。11番の蘇慶健ですがレシーブうまくいきませんでした。すぐサーブ権を奪い返したソビエト13対12。サーバーはスミルノーは強いサーブ、ストレートスパイク3番のカウンジョ決まっています。なかなかいいですね今日は。そうですね、はい、ここでの空中でのバランスというか、はい、少しぐらいトスが乱れてもねちゃんと打てますからね、はい。ちょっとタイミングをずらしてクロスのサーブ、はい、サービスエース、中国カウンジョサービスエースを決めて13対13。両チーム全く譲りません。再び三度同点になりました。中国対ソビエトの決勝戦第1セット、パルホムチック長いトス、4番のバトフチナです。さああと2点をめぐってのしのぎ合いですが、はい、さあどうなりましょうか。そうですね、やっぱりここでソビエトの強打が出てくればこのままソビエトがいっちゃうんじゃないかなと思うんですが、はい、さあそのソビエトの強打が出ますか。これですね、バトフチナ、はい、足の長いスパイクが決まりました。バトフチナスパイク決定率はこの強豪相手になんと 46% とレフトとしては素晴らしい決定率ですね、はい。スミルノーワがいるから、はい、あまりバトフチナとかそれからシドレンコ目立たないんですけれどもね、決定率はいいんですよ。そうなんですね。中国は巨神が切り返します。巨神の決定率は 43%、 しかしポイントでは36点と中国選手の中で一番のポイントを挙げています巨神です。その巨神が前衛におります。14対13、セットポイントを迎えているソビエトですが中国粘ります。さあ4番のバトフチナ、これも威力ありますよ、はい、もう得点したらね、それからサイドアウト何でもいいからもう少し喜びを、ね、表現してほしいなと思います ね。14対13、2回目のセットポイント、ソビエト、いいサーブだ、はい、8番の巨神、決まった。ちょっとタイミングをずらしてきましたね。そうですか、はいはい、アップゾーンからリーコックンが拍手を送っていました。第1セットどちらがもぎ取りますか。ワールドトップ4バレーの決勝戦、移動攻撃フェイント、中国拾った、そしてダイヤブン、パラホムチックが上げるバックアタック、中国ブロックしています。今度はレフトへバトフチナ、拾った中国、蘇慶健ジャンピングトス、8番の巨神、決まりました。中国ポイント14対14、ジュースになりました。カルコリ監督メンバーを変えます。13番のコリートマに代わって3番のニクーリナをコートに入れました。ここはレシーブを固めますね。
そうですね、もう一回ねソビエトはタイムアウト取れるんですけれどもね、はい、なかなか取らずにメンバーを変えてまとめて、そのまとめようとしてますね。はい、14対14、第1セットはデュースになりました。繋いでいます。さあ中国チャンスボール、蘇慶健、そして巨神、うまい、ちょっと体をひねってブロックの外、うまく落としました。李克君が拍手を送ります。15対14、中国また逆転です。ソビエト2回目の作戦タイム。Блок нам нужен, блок, без блока нам не сыграть. Хорошо, внимательно, еще раз прием. Доведено забивать нужно, не обманывать. Два, две атаки тебе дали. Доведено ей. Нет, она играет. Поехали. Куда пошли, сюда? やはり世界一を争うソビエト、中国、本当にこう見応えのあるプレーの連続ですね。そうですね。さあ15対14、中国が1点リードしています。逆に中国がセットポイントを迎えています。サーバーはウータン、前衛にはライアブン、そして巨神がおります。おっと、サービスエース、サービスエースで第1セットは16対14、再び三度同点になりましたが、最後中国がデュースにもつれ込んで16対14、第1セット中国が取りました。第1セットを取って中国の応援団も息が上がっています。世界選手権2位の中国が世界選手権優勝のソビエトからワールドトップコーバレーの決勝戦、まず第1セットを奪いました。第1セットは16対14、中国リードで第2セットに入ります。こちらソビエトチーム、メンバーは第1セットと変わっておりません。バトフチナが入っています。そしてスミルノーマが返します。第2セットが始まりました。さあ中国4番のライアブンです。中国の方は李月明を入れています。そしてカ・ウンジョも入っています。こちらは第1セットと同じスターティングメンバーです。ソビエトはシドレンコに代わって4番のバトフチナがスタメンで入っています。さあ第2セット、オギエンコが決めました。中国が1点をリードしてサーブ権を奪い返しましたソビエトです。ソビエトの特徴は何と言いましてもこのサーバーのパルコムチックセッター、この人のトス回しです。第1セット終盤どうでしたか？トス回しはね割と良かったんですけど、ね、そこまでのボールがね、はい、全体的に雑になってしまいましたよね。なるほどね。それに比べて中国がですね、はい、故障者も、まあ、かなりおりますけれども、はい、あんまり本当に無理をしないでやってるという感じ、ただその代わり忠実にブロックは必ず2枚飛ぶとか、はい、その辺忠実にやってるから逆にソビエトの方にミスってるんですね。はい、さあネットを挟んでの押し合いですが、はい、オーバーネットを取られました。こういうミスがねソビエトには出てるんですね。そうですね、3番はキャプテンのニクーリナ。蘇慶健のサーブ、アルフォムチップを上げてスミルノーは押し込んだ。中国はライトから9番のウータンです。今スミルノーはが途中で押し込みましたけれども、はい、この一つ前ですね、あれだってノーマークだったんですよね。あのまま打てばもう完璧に決まるんですよね。そうですね。得点は2対0、中国が2点のリード。ブロック9番のウータンにブロックが出ました。先ほどのスパイク、今のブロックと2点中国にもたらしましたウータンです。得点は3対0、ウータンがようやく活躍してきましたね、はい、ソビエトはスミルノーは拾ってる。ナイスカバーだ。レシーブのいい中国。さあスミルノーは今度はレフトからクロスパイク、これがね早いんですね。はい、今のはもうとにかく前衛の3人がわっと飛んでどこにボールが引くか分かりませんでしたからね、はい、センタープレイヤーよくビッグイックってやりますけども、ね、はい、レフトからビッグイックちょっと長めにして打ってる感じ、はい、そういうスピードです。そうですね。さあ李月明がラストボールを返した。ソビエトチャンスボール、パルホムチック、そしてセンターからオフチンニコワ、ウータンが押し込む。ソビエトはバトフチナ、ナイスコース、クロスパイクがコートの左隅奥ギリギリいっぱいのところに決まりました。4番のバトフチナです。
1点を返して1対3ソビエト。李月明が上げて9番のウータン、もう1回ボールを回してカウンで打てません。ソビエトライトからつないでいます。さあレフトからバトフチナ、ワンタッチありました。強烈なスパイクです。まあ、こうして攻撃力見てみましょう。バトフチナです。パワー、そしてうまさも加わってきましたか。はい、まだナショナルチームに入ってそんなに長くないんですけれどもね、はい、バトフチナは去年のワールドカップからナショナルチームに入っています。まだ2年目。それにしましてもそういった攻撃力に加えて両チームやはりレシーブには素晴らしいものがありますね、はい、7番の李月明、強打です。3番のニクーリナ、176センチ、小柄な選手ですが壺にはまりますとなかなかキレのいいスパイクを見せています。あっと、これはボールがネットを越えません。李月明苦笑い。ソビエトポイントで3対3の同点です。第1セットからシーソーゲームが続いています。8番の巨神、バトフチナ押し込んだ。さあ中国巨神決まりました。今のプレーです、はい、今日はあの巨神自分が背が小さいということがあって、はい、まともに打ったら絶対当たるって分かってますからね、いろいろ指の端っこ狙ってみたり、ストレートブロックアウト狙ったりといろいろ考えて打ってますね、はい、174センチ、大型チームの中では小柄な巨神です。22歳。李月明のサーブはアウトになりました。すぐサーブ権を奪い返したソビエト、オフチンニコワのサーブ、あー狙っていきましたがわずかにアウトです。両チームともにサーブミス。中国のサーバーはウタン、オフチンニコワレシーブに入ります。そのオフチンニコワ移動攻撃、オギエンコ、これなんですよね、はい、このスピード、はい、もう今まで今回のもう一回見てみましょう、はい、このスピードをこれだけの速さを打てる選手がいないから、どこのチームもやっぱりそのスピードで打てる選手がいないからブロックできないんですね。そうですね、普通の移動攻撃の2倍ぐらいのスピードはありますかね、はい、普通の選手はねジャンプした後腕をもう一回引くんですよね、それがないんです。もう、はい、ジャンプした時に手を上げて待ってるんです、はい、ソビエトが2点連続ポイントを上げまして5対3とリードを奪っています。中国が序盤3対0とリードしましたが、その後ソビエトが5点入れまして5対3。スミルノーは中国速攻、もう一回スミルノーは今度はパルホムチックが打ちました、はい、今のも、はい、ジャンプして今彼女打ちましたけれどもね、あれをジャンプしたままトスをしたりとか、はい、もうあそこでエースの役割ができるんですね。なるほどね、ですね、はい、6対3とソビエトリード。中国1回目の作戦タイムです。このセットのソビエトはその高さとパワーに加えて移動攻撃のスピードといいましょうか、はい、いわゆる速攻のスピードが素晴らしいですね。そうですね、やっぱりあのパルホムチュックがいるからそういうことができるんでしょうけれども、はい、選手もねこれだけ大型選手を揃えてよくあのスピードついてきますよね。そうですね、もう4年がかりでこのチームを鍛え上げてきましたソビエトのカルポリ監督です。2年前のソウルオリンピック金メダル、今年世界選手権優勝のソビエト。中国にスパイクミスがあってソビエトポイント7対3。前衛3人の選手、こちらはカルポリ監督です。中国8番の巨神、あーっとこれもアウトです。やはり高いブロックをちょっと気にしてますか。はい、あの中国がね、はい、かなり今ソビエトのサーブにやられてるんですね。サーブにね、ですからもうトスがすべてレフトに集中しちゃってんですね。はい、またレフトですね、はい、しかし今度は決めました、はい、ようやく決めました。ただ今日中国はかろうじてこの巨神と、はい、それからカウンジュがレフトでもねまあまあ決めてるからいいんですけれどもね、これで今までのその巨神の調子だったらね、はい、大変なことになってましたよね。そうですか、
押し合いはダブルファウルです。得点は8対3とソビエトが5点のリード。中国サーブのやり直し。おっといいサーブです。ソビエトを崩しています。さあ中国チャンス、速攻ブロック、今度はフェイント、中国カウンジョハーフスピード、ラリーが続いています。中ソビエトブロックです。1番のオギエンコサイドアウト。得点は8対3、ソビエト5点のリード。ソビエトメンバーを変えます。オクチンニコワに変えて13番のコリートワをコートに入れました。今度はセンタープレイヤーとして入りましたね。そうですね、はい、今思わずあのオフチニコワが、ね、あら私なのっていう感じで。そうでしたね、はい、これはちょっと休ませようということでしょうか。そうですね、はい、まあ、それとあのコリートワもオフチニコワと同じぐらいの働きできますから、このオフチニコワが来る前はコリートワが大活躍でしたからね、はい、でもいいですね、こうしてセンターでもできる、はい、ライトでもできるっていう選手、はい、それこそ中に入ってる選手があら私っていう感じの選手がいるっていうのは ね。サーブにミスがありました中国。代わって入ったソビエト13番のコリートワが前衛に上がってきました。センターそしてライトの選手として将来を期待されています。184センチあります。ラストボール返しただけ。さあ中国チャンス、移動攻撃ブロックにあっています。今度はもう一回李月明、ソビエトのレシーブはアウトボールです。李月明もともと腰を痛めていました。この大会の前に香港で香港カップという大会がありましたが、その時に腰を痛めてこのワールドトップ4バレー1次リーグは全く出場しませんでした。昨日の準決勝から出場していますが、昨日アメリカとフルセット、かなり腰を痛めています中国のエース13番の7番の李月明です。この人です。やはり腰にこうコルセットしてるような感じですね、はい、かなり腰に痛みを訴えています李月明です。しかし頑張っています。ニクーリナが上げて4番のバトフチナです。ソビエトポイント9対3。第1セットは中国が接戦の末デュースに持ち込んで16対14と取りましたが、このセットは中国なかなか追いつけませんね。やっぱりソビエトの、日本がソビエトのサーブにやられたみたいに、はい、どうしても中国もねきちっとセッターに入れないと、レフトレフトと言ってしまうと負けなんですよね。そうですね、相手のブロックが高いですからね。高いですからね。さあ今度はサーブで崩していきたい中国。4番バトフチナの強打です。ナイスコース。何かこのスパイクを打つバシーンという音がこう館内いっぱいに響き渡りますね、はい、本当にこの選手ねあんまり大きく見えないんですよね、はい、しかし184センチあります、はい、ソビエトウータン負け、中国ウータン負けてはいません。切り返しました13番のコリートワです。オフチンニコワに代わってコートに入っています。得点は10対3。ソビエトついに2桁に点を乗せました。コリートワが上げる4番のバトフチナ決まりました。ソビエトポイント11対3。中国保身監督2回目の作戦タイムです。中国の胡辛監督は世界一の座を奪い返すためにはチームとしての戦法といいましょうか、戦術といいましょうか、そういうものをもっともっと考えていかなければいけないんだというふうに話していましたが、その戦法といいますとどういったことが考えられますか。やっぱり高さの面ではですね、はい、今はキューバも大きい、アメリカも大きい、ソビエトも大きいと、でもその面では中国も随分大きな選手揃えてるんですけれども、はい、あとやっぱりレフトだと思うんですね。レフトアタッカーですね、はい、世界選手権の時は李月明のところ、あの巨神のところにローヘンを入れましたけれども、はい、ワールドトップ4バレーの決勝戦第2セットは11対3と逆にソビエトがリードを奪っています。
放送席東出さん、はい、田原さんどうぞ。今のタイムアウトの時にね、はい、李月明が腰に巻いていたコルセットを取ったんですよ。あ、取りましたか。はい、はい、まあ、今サーブピンチサーバーで成功に変わりますが、はい、もうねこんなものをつけていたらプレーができないっていうことでね、いきなりもう外したんですよね。なるほどね。激しい闘志を燃やしています李月明です。しかしピンチサーバー15番の周光に譲りました。ソビエトはライトから13番のコリートワです。確かに荒木田さん、はい、世界一になるためにはその中国の老兵、あの老兵がいた時には中国は81年のワールドカップから86年の世界選手権まで、はい、世界大会5連覇という素晴らしい成績でしたからね。そうですね、あの時はやっぱりね苦しくなったら老兵、苦しくなったらっていう、そういうものがありましたけれども、はい、今はこう全体的に苦しくなったらじゃあ誰にあげようかな、ウータンじゃちょっとライトだしっていうのがあるしね、そうですね、その辺の大砲を育てるのが中国のこれからの大きな課題と言えそうです。第2セット11対3、ソビエト大きくリード。今またダイレクトでスミルノーワが決めて得点は12対3になりました。やっぱりサーブがいいですねソビエトの。そうですね、これも崩しています。連続2本ですよ。サービスエース、4番のバトゥフチナ、これで今大会4本目のサービスエースです。前衛にスミルノーワ、オギエンコ、パルホムチック、これもサーブで崩しています。連続ポイント14対3、あっという間に第2セットセットポイントを迎えましたソビエトです。バトフチナのサーブが続きます。8番の巨神、ワンタッチはどうか、ありません、スパイクアウト、ソビエトポイント15対3。第1セットは中国が取りましたが、この第2セットは逆にソビエトが取ってセットカウント1対1のタイになりました。ワールドトップ4バレーの優勝決定戦決勝戦はソビエト中国、試合はもつれてきました。世界の三強に日本が挑みますワールドトップ4バレーボール決勝戦、第1セットは中国が取りましたが、その後第2、第3セットとソビエトが取りまして、セットカウント2対1、ソビエト逆転して1セットのリード。試合は第4セットに入ります。ワールドトップ4、世界一の座に大きく前進しましたソビエトです。コート右サイド、一方左サイド中国、李克君のサーブで第4セットが始まります。さあサーブで崩された、中国チャンスボール、3番のカウンジョ、フェイント、ソビエト、パルホムチックが打っています。あーっとブロック、5番のスミルノーワ、中国のスターティングメンバーですが、8番の巨神に代わりまして3番のカウンジョが入っています。放送席東出さん、はい、田原さんどうぞ。先ほどのセットの終わりにですね、怪我をしました、はい、巨神なんですけれども、その巨神選手が入ってませんね、どうなりましたか。はい、その怪我をした状況から説明しますと、はい、ボールを取りに行った時に、巨神の左膝にですね、はい、ライアブンが乗っかってきちゃったんですって。この選手です。はい、どうぞ。でちょうどその膝を捻挫するような形になりまして、今鎮痛剤のスプレーをかけて冷やしているんですが、どうももうちょっと試合には出られそうにないという話です。そうですか、ライアブン選手が乗っかってきたわけですね。そういう選手の上にね、足に選手が乗っかるとか、特にジャンプして降りた時とかね、そういう怪我が非常に多いんですね。そうなんですね、全日本の、斉藤真由美選手もそういう時にね、はい、ああいう膝を壊したりしてますからね。そうですね、ちょうど今この熱戦を見ながらベンチで手当てを受けています8番の巨神選手です。中国4番のライアブンです。このセットソビエトが1点を先行して1対0、ご覧の巨神選手です。あ、足首がかなり痛そうです。さあ試合の方は中国9番のウータンがライトからのスパイクを決めました。世界選手権の時の決勝戦もこの中国対ソビエトでした。その時はセットカウント3対1、ソビエトが勝っていますが、各セットはもうそれぞれも大熱戦でしたからね。はい、私たちの予想としては世界選手権は中国が地の利も生かしてですね、勝つんじゃないかと、周りもそういうふうに予想していたのにもかかわらず、
ソビエトが強かったですね。そうでしたね、高さとパワー、そして持ち前のブロックで中国チームを振り切って世界ナンバーワンの座につきましたソビエト。このワールドトップ4バレーもセットカウント2対1とリードしています。スビルノーはバックアタック、11番のソケイ君、おっとトスを上げられません。コンビが乱れました。中国です。よく韓国それから日本というのはここ1本とこの決め球がないとずっと言われてきてますけれども、中国に対してはそういうことをあまり言われたことがなかったんですが、そうですね、この試合見る限りでは本当にここ1本の決め球がないというのが熱に分かる出てるような気がしますね。そうですね、拾ってつないでも決まらないですもんね、はい、レシーブが十分に崩れたとき、その2段から打てる強烈なアタッカーが中国ちょっと欠けていますか。ライアブンが決めてサーブ権を奪い返しました。0対2と2点のリードを奪われています中国です。一人時間差、オフチンニコワ、見てみましょう。もうブロックが一人ですから簡単にかわしてますね。そうですね、もう一人の時は絶対決めると自信持ってますね、はい、このブロックはわずかにアウトです。ソビエト、この人がオフチンニコワです。188センチあります、25歳。ソビエト、ブロック、そして速攻の要、いいサーブです。しかしうまくレシーブ、バックアタック、中国リーゲツメイ。4番バトフチナ、センターからリーゲツメイフェイント、スビルノーはバックアタック、中国は李国君、ラリーが続いています。バトフチナ、あ、最後はミスか。そうですね、もうスミルノーアのバックアタック、センターのバックアタックも、はい、ライトのバックアタックも見事に中国拾ったんですけれども ね、 そうですね、最後決めてくれる人がない、そしてラリーが続くと自分たちでミスしちゃうんです ね、はい、ね、リーゲツメイがネットに触れてしまいました。あ、これはホールディングですね。ここまで来るともう悪循環ですね。そうですね、なんとかその悪循環を断ち切りたい中国。保身監督、あとまたサーブが、レシーブが乱れています。しかし李月明うまく切り返しました。ようやくサーブ権を奪い返しました中国です。とにかくこれ以上離されますとこのセット苦しくなってきますからね。そうですね、今日はソビエトあんまり崩れてませんからね、はい、その崩れていないソビエトを時計権サーブで崩しました。サービスエース、1点を返して1対3。スミルノーはレシーブしたのはニクーリナ、打ったのはオギエンコ。あ、ずいぶんネットタッチが多いですね。リコックンです。やっぱりリコックンは膝をかばいながらジャンプしてるから、はい、空中でのバランスが悪くてネットタッチするんじゃないでしょうかね。なるほどね、うん、とまたサーブレシーブのミスだ、はい、そしてオーバーネットを取られましたか。得点が4対1、変化してますよこのサーブ。はーい、さあボールをダイレクトで打ちました1番のオギエンコです。5対1、どうすることもできません中国。リーゲツメイアウトですね、はい、高いブロックが前に立ちはだかっていました。6対1、中国1回目の作戦タイムです。ワールドトップ4バレーの決勝戦、中国対ソビエト、セットカウント2対1ソビエトリードですが、この第4セットも6対1とソビエトが5点のリードを奪っています。かつてはエースアタッカーのローヘイを中心にしまして、オリンピック、世界選手権、ワールドカップと世界選手権5連覇の中国。ローヘイが引退した後、この前ちょっと復帰しましたが、はい、ローヘイがいなくなった後、中国バレーはソウルオリンピックが銅メダル、世界選手権でまた2位に戻ってきました。
世界一の座まであと一歩という中国です。しかし今日はソビエトを相手にこの決勝戦苦しんでいます。ウータンが決めました。放送席東田さん、はい、田原さんどうぞ。今のタイムアウトですかね、はい、星監督としてはもうここまで来たら精一杯やれと、ここまでね、打たれ続けているんで、もっと一生懸命拾って精神的にもっと集中していきなさいと、こういったアドバイスを送っています。はい、はい、やはりその押されても押されても食いついていくだけの精神力といいましょうか、そういった粘りがないとやはりダメですからね。力はねやっぱり中国は持っているんですね、はい、ここでこの差を詰めるためにはまずはやっぱりサーブレシーブですよね。はい、さあオギエンコフェイント、ラストボールをうまく落としました。李月明です。その李月明がサービスゾーンに行きました。ここはサーブで崩し、そしてブロックで止めたい中国。ライアブンが前衛に上がっています。うん、これはね、セッターの前でジャンプして、はい、1人時間差ですけれども、それを今度左に移した時間差ですね。なるほどね。得点は6対1ソビエトリード。オギエンコのサーブが大きくエンドラインを割りました。不満そうな表情を見せましたオギエンコです。中国のサーバーはウータン。そのオギエンコレシーブ乱れている。バトフチナが高く上げて打てるか打てません。スミルノーは中国もサーブで崩していきます、はい、この特にウータンはね、はい、この1番のオギエンコを狙ってますね、もう一歩行きましたね、はい、スミルノーは今度はこれも今度は決まりました。得点は2対6 4点差を追う中国。リードしているソビエト、片手のブロックです。11番のオクチンニコワ、これ今のもねサーブで崩されたんですけれども、あれだけのパワーのあるスミルノーマンがサーブ打ったらやっぱサーブもすごいでしょうね。そうですね、強烈なフローターサーブです。押し込む蘇嘉健ジャンピングトス。3番のカウンジョスパイクはアンテナに当たりました。ソビエトポイント8対2。カウンジョも第1セットは活躍しましたが、その後はやはりちょっと読まれてますか、ちょっと集中力を変えてますね、はい、ソビエトバトフチナ、おっとしなくてもいいところでね。そうですね、ネットタッチです。ネットタッチですね。セッターの蘇嘉健です。もうここまでもう中国が自分たちのリズムが取れないんだったら、この際思い切ってね若手のモーブヨあたりを入れて、はい、セッター変えてみてリズムを変えるのもいいアイデアだと思うんですけどね。そうですね。さあそのモーブヨですが、現在はアップゾーンでトレーナーを着たままですから当分出れ、出る気配はなさそうですね。10対2ソビエト大きくリード。中国古新監督2回目の作戦タイムです。ソウルオリンピック銅メダルから世界選手権が第2位と2位の座に上がってきました。このワールドトップ4バレーで世界一女王の座を奪い返そうという中国ですが、ソビエトの前に苦しんでいます。金メダルをお土産に国に帰りたいと話していました古新監督ですが、その可能性が次第次第に難しくなってきました。ソビエトが持ち前の力を十分に発揮しています。この第4セットも10対2勝利まで優勝まであと5点に迫っていますソビエトです。サービスエースが出ましたスミルノーワ。しかもねこのスミルノーは徹底的にストレート、今のカウンジュのところと、はい、その後ろのリコックのところですね、またストレートですよ。そうですね。さあ中国カウンジュつないでいるソビエト、4番のバトフチナフェイント、李月明ちょっとレシーブが乱れた、上げたワンハンドウータンファインプレー。さあソビエトはオフチンニコワ、パルホムチック、そして速攻1人時間差ですね。11番のオフチンニコワです。188センチの長身を生かした一人時間差、これです。完全に2人のブロッカーが着地したところから打ちました。オフチンニコは得点は12対2。またストレートだ、はい、サーブで崩しています。ソビエト
4番バトフチナ、もう一回バトフチナ、決まりました。これだけストレートのサーブが決まってチャンスもらってたらもうソビエトはやりやすくてしょうがないですね。そうですね、ソビエト13点目、13対2、ワールドトップオーバレー優勝まであと2点。サービスエースが出ました。サービスエース、ソビエトついにマッチポイント。今のスミルノーワのサーブです。ワールドトップオーバレー決勝戦、ソビエトマッチポイント。中国繰り返します。ダイヤブン、なんとか粘りたい中国、得点は2対14。ソビエト、オギエンコレシーブ、セッターに返った、あっとっと、ネットタッチですね。パルホムチックです。相手のミスで1点を返しました中国、3対14。中国李克勲ジャンピングトス、バトフチナアウトです。スパイクはアウト、ワンタッチありません。中国もう1点返して4対14。最後粘ります。バトフチナが切り返しました。さあソビエトサーブ権を奪い返しまして2回目のマッチポイント。世界一決定の瞬間を見ようという大阪府立体育会館。あー、サーブはサイドラインを割りました、はい、今アウトだったんですけれども ね、このサーブもストレート狙ってましたね、はい、日本がやられたサーブとほとんど同じですね。そうですね、アルホムチックが上げるバックアタック、中国李克勲、ソビエトはバトクチナ、アタックラインの後ろから中国李克勲、さすが必死に頑張ります。中国の新しいエース李克勲です。膝を痛めてはいますが決勝戦最後まで頑張ります。バトフチナが切り返します。ソビエト3回目のマッチポイント。ここでサーバーを変えます。オフチンニコワに変えて13番のコリートワがピンチサーバーです。さあ優勝を決めるサーブになりますか。今大会サービスエースが6本とソビエトの中で一番サービスエースを決めているコリートワ、前に落としました。乱れている。さあラストボールを返しただけ。さあソビエト優勝のチャンス、速攻決まりました。最後はパルホムチック、オギエンコの速攻コンビ、見事な速攻が決まりまして15対5、セットカウント3対1。1990年ワールドトップオーバレー優勝はソビエトです。ソウルオリンピック世界選手権に続いて三度世界ナンバーワンの座につきましたソビエト、優勝しました6人のメンバーです。中国チームの選手と握手を交わしましてベンチに戻ります。見事な優勝でしたソビエトです。中国惜しくも敗れて第2位です。両手を挙げて大阪府立体育会館、館内の観衆に応えますソビエトチームです。やはり強いですね。強いですね。世界選手権の時は中国とソビエトの実力の差はほとんどないと思ったんですけれども、はい、今日は絶対私たちの方が中国より上なんだという、そういう自信のようなものを全て見せてくれたような気がしますね。そうですね。そして、まあ、2年後にはバルセロナオリンピックがあるんですが、はい、それまで世界ナンバーワンの座は譲らないんだという、そういう気迫を感じましたね。そうですね。そしてベテランはますますこの円熟味を増して、はい、若手は若手で成長していて、そのレギュラーのポジションを争うぐらいになってきてますから ね。ソビエトとしてはそういったオギエンコ、あるいはオフチンニコワ、そしてパルホムチック、この3人が25歳、まあ、再来年でも27歳、それを若手が成長してきて理想的なチーム構成になってますね、はい、放送席東出さん、はい、田原さんどうぞ。見事ワールドトップ4の王者に輝きましたソビエト、カルクポリ監督に来ていただきました。どうもおめでとうございます。最後の対戦はね、世界選手権 その優勝争いと全く同じ対戦になりましたが、見事に優勝にしました。Да, сегодня была не только, сегодня была последняя игра этого года нашей национальной команды.
что и у Китая тоже последняя игра. И мы еще раз проверили соотношение наших сил, кто как подошел к концу года. この試合というのは私たちのナショナルチームとしての最後の試合でした。それと多分中国チームもこの試合が最後の試合だったと思います。そして私たちは今日中国チームと対戦してみて私たちの力を試すことができました。そしてちゃんと分かりました、点検しましたと。Я думаю, что наша команда еще раз подтвердила, что она лидер, но это очень тяжелое бремя. И ей очень много нужно работать, чтобы сохранять свое положение. で、まあ、今私たちのチームというのはリーダーという状況にあります。しかし私たちはこのリーダーの地位を保つためというのは大変非常な努力が、たくさんの努力が必要とします。特に今ベテランの選手が多いですが、今度のバルセロナオリンピックということを考えるとそろそろメンバーチェンジということもソビエトには必要になってきますが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか？ドリアパドガトフキクバルセロナがスチャスイジョとかノーベマラスチャスイジョとかイズミニエニエ。Я думаю, что мы постараемся сохранить наших опытных игроков. Они хотят участвовать в Барселоне. Главное, чтобы у них не было травм, они были здоровы. Это наша задача. Сохраните. Мы стараемся до Олимпийского года, до сегодняшнего опыта, сохранить игроков. И они сами, и они сами хотят выйти в Барселонский Олимпийский год. Поэтому мы стараемся сейчас больше внимания уделять здоровью игроков. И чтобы они не заболели. А возраст их еще, они достаточно молоды. Смирнова Корытова 22 года, Сидоренко 24. Чебукина, Пархамчук, Агиенко 25 лет. Это возраст зрелости. Например, Смирнова Каритова 22, Чебукина 24, Огиенко, Пархамчук 25. Поэтому, в каком-то смысле, это зрелая возраст. その辺の力がうまくかみ合いました。見事に最後中国を退けてワールドトップ4優勝しましたカルポリ監督でした。どうもありがとうございました。放送席どうぞ。はい、中上さんの通訳で田原アナウンサーが優勝しましたカルポリ監督に喜びの声を聞いてくれました。確かに強いソビエトですが、その裏には今のカルポリさんの話にもありましたが、はい、毎日毎日の厳しい練習がやはりあるんですね。それと今のあのお話を聞いてね、はい、もうあくまでもこのカルポリさんって強気ですね。どこまでも強気っていう感じがしますね。はい、ソビエトがその強さを十分に発揮しまして、ワールドトップ4バレー見事な優勝を決めました。そして準優勝第2位には中国が輝きました。放送席解説はモントリオールオリンピックのゴールドメダリスト荒木田裕子さんでした。荒木田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。